あらめさんこちずひこでそれでは今回なんですけども、キャッシュレス消費者還元を体験 PayPay ペペ、楽天ペライ、LINEPay など実際の画面を解説ということで、今日から始まりました。消費税が10%になったということで、それに伴い僕の動画でも何度も取り上げてきました。キャッシュレス消費者還元も同時にスタートしました。そこで初日ということでしたので、僕自身いろんなお店でキャッシュレス決済を試してきたので、まあぜひですね、参考程度に見ていただければなと思います。ちなみに今回は以前僕の動画でも紹介したこちらのキャッシュ レッシュ消費者還元のマップを頼りにしてお店を回ってきましたまあ、このマップを使えばお店でどの決済方法を使えばキャッシュレスシ消費者還元を受けることができるのかということがすぐにわかりますまだ記載されてないお店もあったりなかったりしますがまあ、こちらのアプリ自体は無料で使えるのでまだの方は試してみてくださいそれでは早速なんですけども今朝はまずセブンイレブンに行ってきました現在セブンイレブンではいろんなキャンペーンが開催されてるんですけども今回はこちらの楽天ペイのキャンペーン711円以上のお買い物 ので150ポイントが一応あの、キャッシュレス消費者還元のマップで見るとこんな感じなんですけども、ご覧の通り QR コード決済ほとんど表示されてるんですが、クレジットカードとかは出ていませんでしたね。ちなみに、店内のポスターを見たらほとんど対応してるような感じでした。まあ一応クレジットカードとかも出てるので、なのでここでもわかるようにキャッシュレス消費者還元のマップに全部が全部表示されてるわけでもないので、こちらも注意が必要ですね。早速、購入したリシートを見たら、 こんな感じです通常は902円のお会計なんですがキャッシュレス還元額の割引というのもあって楽天ペイのお支払いで884円ということになります次は飲食店にてペイペイランチをしてきましたまここではキャッシュレス消費者還元のマップを見たらキャッシュレス消費者還元5%でペイペイが対応しているということでしたちなみにペイペイでは現在こちらの街角ペイペイというキャンペーンが開催中なのでこれでペイペイ決済したら実施 10%還元ととななりますすそそしして美味いいいい定食をたたただいた後後ののののお会計がが終わった後のその画面というのがこちらなんですけども見事にキャッシュレッシ費者還元5%と別で小さく表示がされてますね。ちょっと小さくて申し訳ないんですけども。若く p a y などのキャンペーンは終わりましたが、お店によっては実質10%還元されるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。ちなみにここのお店では他にも l i n e ペイで決済は可能なんですが、ペイペイだけがキャッシュレッシ費者還元の対象ということになっています。 続きまして食後にマクドナルドに行ってきました、まあ、こちらはキャッシュレス消費者還元の対象となっていましてアイスコーヒーをテイクアウトしましたこちら S サイズのアイスコーヒーがこれまでと同様に100円で 購入できました。まあ一応レシート確認したら小さくて申し訳ないんですが、ここにも軽減税率8%と表示がされていまして、これで100円ということになっていますね。次はファミリーマートです。ここでは写真に出てる上のプリンを LINE Pay 決済をしてきました。レシートを見てもらったらわかるんですが、レシートには128円と出ていまして、実際に LINE Pay 決済をしたら126円になっているということがわかると思います。大手のコンビニの場合は即時割引となるのでわかりやすいですね。もちろんコンビニ ににによりりりままままますすすすが若干違うう場合ももあちちなみここここのファミリーマーマトでではは店員さんかかかからここで食べていいきしししくはお持ち帰りしますかというふうに聞かれました僕はその時にお持ち帰りしますと伝えした後に少し店員さんと会話をしまして今日から増税のためマニュアルとしてイートインスペースを利用するか利用しないかで値段が変わるので毎回お客さんに聞かないといけないというふうにおっしゃっていましたねまあこれはお客さんももちろんなんですけどもやっぱり店員さんも何かと大変だなというふうにも思いました 一応、l i n e イ決済をした履歴を確認したら、こんな感じですね。割引された額の126円に加えて、しっかりと l i n e イボーナスの還元もありますね。そしたら最後はローソンですね。こちらはアイスを購入して D 払いで決済をしました。レシートには合計162円と出ていますが、下に D 払い159円と出てると思います。ちゃんと D 払い自体の履歴を見ても、159円が表示されていました。まあ、ちなみに、ここで購入した安納芋もなかはめちゃくちゃうまいです。まあ、ここまでいろんなお店に行って思った、ちょっとした注意点なんですけども、 3つですすねマップとポスススターーーが違う事前に確認する必要ありコンンビニのイートイトペースは消費税10%この3つですね。まあ最初にお伝えしたキャッシュレス消費者還元のマップにはあるのにお店のポスターに記載されていることが違う場合もあります。なのでちょっとお手間かかるかもしれませんがマップで事前に見ておいて実際にお店に着いたら一度そこでもどのキャッシュレス決済が消費者還元の対象であるか確認することをお勧めします。あとはコンビニのイートインスペースは消費税10%なので で、まあこれもちょっとした注意が必要ですねそして今回行った場所をまとめるとセブンイレブンでは楽天ペイで決済飲食店ではペイペイで10%の還元マクドナルドではメルペイの ID 決済そしてファミリーマートでは LINE ペイ決済そしてローソンで D 払いで決済というざっとこんな感じでしたまあいろいろ試したかったのでこれ決済方法は見事にバラバラなんですけども結構いい勉強ができましたねまあ次回からは還元率も意識しながら使っていこうと思いますこれを見ても分かるようにお店によりますがやはり キャッシュレス決済をしたらいく分かお得になります、ねまあ、そんなこんなで今回はキャッシュレス消費者還元をいろんなお店で試してみたという動画でした。まだですね、増税も始まってキャッシュレス消費者還元もあるので、これからキャッシュレス決済を使う上で気がついたことなどがあれば、また僕の方で情報をシェアしていこうと思います。まあ、ぜひですね、今日からキャッシュレス消費者還元に触れた、もしくは体験したという視聴者さんがいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいってください。一応下の概要欄にキャッシュレス消費者還元のマップのインストール方法などを 説明した動画のリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました